ッケー、やばん、なんか旅の関係する音楽、うん、あれしてて、なんかえ、いつかけるの？そうそう、あればかけれるから。どういうこと？ YouTube で？うん、あの携帯で。そうそう、携帯で定額のやつがあるから。あれ、昨日のどにした？旅30秒前です。旅の終わりっていう歌あるがある。あ、自分の携帯入ってるかってこと？あ、うん、あるあるよ。だあるっていうか、かけれる曲だったらかけるから、ちょっとなんか考えててみたいな、うん、あ、もうそろそろ始まる15秒前です。これ書いていい？いいよいいよ。10秒前、9、8、7、6、5秒前、4、3、2。FM ギノワをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後3時を回ったところです。この時間は FM ギノワトロピカルビーチ内にありますサテライトスタジオよりサザンブリーズをお届けします。本日木曜日、お相手は FM ギノワスタッフのひろきと。はい、普段は歌を歌っていますが、毎週木曜日だけパシ、アシスタントパーソナリティをさせていただいてます。サラでお届けします。はい、よろしくお願いします。ねえ、今週月曜日。ね、台風来たけど初めてでしょ、沖縄来て台風、ね、LINE 来てびっくりしました。なんかさ、いや なんとなくね多分、あ、初めてだろう、なんかどんな感じだろうなと思って LINE したわけよどうだ沖縄の台風は、初めてでした沖縄の台風。なんかでも、うん、ちょっとそれたんですよね。そうそう、それたね。あんまり暴風は一瞬入って抜けたみたいな感じで、しかも南の方だけかすっただけらしいわけよ。そうなんです。結果的には怖かったです。怖かったんか、やっぱりえ、もう本当に台風自体が初めて？ま、いや、それはやっぱり秋田にいた時もあったんだ。台風は逆に秋田にいる時ありますよ。嘘、秋田、え、あるあるある、あるんだ。たまに来ます。たまに。でもさ、残ってるやつが相当強いんじゃない、その時に。だからもう沖縄がひどかった時に若干だよね。なんて言うんだろう、沖縄は結構そのまあ台風に慣れてるから、家の作りとかも全部台風慣れしてるから、あの、なんて言うんだろう、まあそのね、強いのが来てもそんなに影響ないと思うけど、秋田上じゃん、北じゃん、冷たいところだから、そこで生き残ってる台風だから相当強い気がするわけよそうですね。でも逆に多分秋田の家は吹雪に耐えられるんじゃないかな、うん、なんかそう、台風夜すごかったじゃないですか、うんうん、あの時なんか、あ、吹雪の日を思い出すなって思って。あ、なるほど、吹雪か、うん、そう。じゃあ別にそんなに今怖かったであった？怖かったです。なんか警報がすごくなかったです。あ、なんかそれにドキドキして、うんうん、朝から携帯がすごいなってて、なんか避難警報どうのみたいな、ね、なんかやったらピコピコ鳴るから、そうもうビク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 、大丈夫なのかみたいな。そう、めちゃくちゃ怖かった。しかも沖縄に来て初めて一人暮らしをしてるので、うん、一人ぼっちの夜の台風はあめっちゃ怖かったです。なんか確かに無事に朝が来てめっちゃ嬉しかった。早く出たみたいなでもさ沖縄の人は台風の時に居酒屋に行くらしいわけよ。はあ、うん、なんで？あの、休みだから、ほら、そうそう、休みだから。だってあんな強い風、まあね、本当は良くないんだけど車だから大丈夫と思ってるんじゃない？すごいですねでレンタルビデオ店が混雑するってわけ。ああ、混んでた、ゲオ。え、行った通りました。あ、通ったんだ、うん、めっちゃ混んでた。そうみんな分かってるわけよ、もう、あの、休みの日に何をしようかってさすがで、最近だと停電もそんなになくなってきたから、うんうん、普通にもう普通じゃん、もう会社は休み、学校は休みみたいな。そっか、そうだから普通の休みみたいな気分で、そう外に出れないだけ。そうだからもう、うん、なんかしよっかな、あ、じゃあビデオ見よっかなみたいな。
優雅だな。もうめっちゃドキ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 して、なんか朝から沖縄の知り合いから、うん、こんな風にしてあの洗濯機、外にある洗濯機、うんうん、ガムテープで貼っといた方がいいよって言われたり、あの窓の冊子に新聞紙置いといた方がいいよとか、うん、みたいな朝からまた。でもね、だから備えあれば憂いなしだから。そうね。それこそ本当に稀によ、稀にガラスが割れるクラスの台風が来ることもあるわけよ。だからまあ今回は久米島はひどかったみたいだけど、ね、本当はまあそこまで大きい被害なかったのか、まあ良かったのか、うん、どうなのか、まあ一つのいい経験になったんじゃないかなと勉強になりました。はい、はい、ですね、本日はですね、はい、テーマ、本日のメッセージテーマは、はい、旅の思い出ということで、旅の思い出、はい、なんでかっていうと、はい、今日10月6日はですね、国際協力の日で、外務省と国際協力事業団 JICA が1987年に制定で、なんでかっていうと1954年のこの日に、はい、日本が初めて援助国としての国際協力として発展途上国への技術協力のための国際組織コロンボプランに加盟したっていうふうに書いてあるんだけど、そうなんですね。だからまあ国際協力だったらちょっと国際協力の思い出って狭いから、まあ本当に広くとって旅の思い出もう国内でもいいですよって、だいぶ広く取りましたね。だいぶ広く取ったよ。だってだいぶ広く取らないと国際協力の思い出ある？私はどこどことどこどこの架け橋してますとか何そのドヤ顔でないでしょ。いや、ないでしょ。ドヤ顔で聞いてきてそうだからあるんですか逆に。いやいやいや、俺もそんなにないよ。そんなにっていう言い方もあるけど、まあまあまあ、そう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 、夢だからねまあだから、はい、国際協力じゃなくてもいいんで、皆さんのその旅にまつわる思い出があればメッセージ、いっぱいありそうですね、うん、お願いしたいと思います。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までメッセージを寄せくださいということで、1曲目、はい、本日の1曲目はまあ国際ということで、パフィーのアジアの純真を、何か国際に関係する曲あるかなと思ったら、まあこれが出てきた。あ、そう、そうそう、あのね、ネットでこの旅歌ランキングみたいなのがあったわけ。これ旅と聞いて思い浮かべる歌みたいな、うんうん、それにあったから、あ、へー、そうなんですね。この曲 楽しみおかけしたいと思います、はい、それではパフィーでアジアの純真です。あら、ちょっと調子が悪いみたいですね。さっさーいいかな。あら、アジアの純真が流れない。ちょっと待ってくださいね。じゃあ調整してる間に話でつなげるとして、はい、アジア、国際旅行とかしたことある？海外。あ、私ね、うん、去年タイに行きました。タイ、うん、え、何で、どういう、なんかその時にね、うん、ちょっとほら付き合ってた人と、うん、旅行に二人で行こうって言ってタイに行ってきました。またなんでタイ？わかんないです。もう向こうが、あ、向こうが勝手にも全部タイにしようって、ついでにミャンマーも行こうみたいなあ、それでついでにもう一個なんだっけ、なんかその辺の上にある国どこだかも行こう。あっちらへん、タイ、ラオスとか。ラオスはでも隣、そうかな、それかな、そこも行こうって言ったんですけど、うん、私がねミャンマーで熱を出して寝込んじゃったから、そうタイとミャンマーだけで、でトランジットで台湾も行きました。ああ、じゃあ何、旅行もした？うん、半日行きました。台北だけ回りました。行っただけ？行っただけ。へえ、なんかね、あ、機械が調子悪いみたいで曲が流れないから、とりあえずもうちょっと話でつなげましょうか。タイか、タイね、行ってみたいね。え？ダジャレじゃないよ、言っておくけど。外国もさ、それこそしょっちゅう台湾の歌っていうか、台湾ばっかりさ、行ってるけど、はい、外国ね、他の国も行きたいなと思って。他に、台湾の他にはどっか行ったんですか？外国はね、ない。あのね、他の外国行くんだったら台湾に行こうってなっちゃうわけよ。あ、だからね、一応ね、そう、機会があったらね、うん、他の国も行ってみたいなと思うんだけど、タイか。タイ、あとはね、うん、ニュージーランドにも行ったことあります。あ、ニュージーランドか。めっちゃ良かったですよ、ニュージーランド。日本となんかね、ちょうど赤道からパカッて折り曲げたところの位置が同じみたいで、うん、だから季節だけ真逆だけど、うんうんうん、なんていうの、感覚、あ、四季があって、で、そういうのが一緒だから、温度的なものとか
一緒だから、うんうん、過ごしやすいみたいな話はよく聞くんだけど、ね、春ぐらいに行ったのかな、行って、うん、ちょうど向こうが秋だったですね、はあはあ、ニュージーランドは、はい、よし、じゃあもうちょっとねパフィー用意できなかったから、はい、代わりの曲をかけたいなと。もうね時期外れかもしれないけどサザンのね勝手にシンドバッド、まあでもねまだまだ沖縄ね夏がね続いてるので、はい、ぜひともビーチに遊びにいらしてくださいということで、じゃあお届けしますサザンオールスターズで、はい、勝手にシンドバッドです。ちょっとなんか調子悪いな、なんでだろう、生活の柄だな、私だったら旅の歌無理だ、試してみようね、接触が悪いのかもしれない、接触超悪いな、接触が超悪いんだ、しゃあないな、もうここからかけようか、同じアプリがね、パソコンにもあるんだよ、うん、KK ボックスっていうやつがあって、うん、定額だけ、月々いくら払ったら、そうそう、わぁ言いやがった、いや好き、あ、うん、嘘、前話したっけ、何回も6回、あ、なんか円安好きみたいな、俺が聞いた、あ、聞いた後でまたちょっとその話を、じゃあ円安のね、ストームズインアフリカみたいな曲があるわけだから、外国の曲みたいな、うん、アジアでしょ、うん、だからアフリカ、円安ってどこ、ん、円安どこ、円安はアイルランドの人、あ、そうなんだ、さすが、熱い、今のうちに曲を、コメントいっぱい来てるよ、ちょっと明けに紹介しましょうね、国際交流といえばフィリピンパブ飲みながら交流したって、フリピンになってるフリピンお、ビャッコさん来た、イペチョスからボコレ食べヒロキさんのことじゃない、どういうこと、何回もいじるから壊れたんじゃないのって、うん、これ、うん、どういうことだ接触がねってことじゃないかな、わかんない、だと思うよ、接触がなんか悪いみたいですね、チョスから、イペチョスから、暑い、なんか国際的な歌、皆さんちょっとこっちにあれば、 We are the world じゃない、 We are the world あるかな、ただあるもの限定なんで、姉さんスタイルいい、そう、 そうだよ、合ってるよ、よかった、秋田弁の勉強もしないと、一家しなくてもう隣でずっと携帯やってるから、今機内モードだった、やばいなもうこの人終わっちゃうよ、曲が、あ、あと45秒あります、いや、あれ、あ、ミアザワールド、あった、あ、サラ Wi-Fi のルーター持ってるよ、あ、大丈夫、繋がってはいるわけよ、そうなの、ウィアーザワールドない、こっちにない、エミアの国際的な歌、なんだろう、イマジン、あったあった、よし曲終わります、はい、 CM、 あ、天気、時刻は午後3時13分を回ったところです。この時間は FM ギノワントロピカルビーチ内にありますサテライトスタジオよりサザンブリーズをお届けしております。はい、ねえ、夏
まだ夏じゃない沖縄。めっちゃ夏、めっちゃ暑い。でしょ？めっちゃ暑い。さっきからすれば暑い暑いとかって言ってさ。暑いよ。歩いてきてるんですもん。そうだよね。秋田ってもうこの時期は。なんかね、このリスナーの方で秋田の方がいるんだけど、暖房つけてるみたいです。暖房考えられないよ。今が暖房の状態だよ。今が暖房、今って私家でエアコンかけてる。でしょ？うん、今の時期だ。あ、信じられないでしょ、秋田にいた時。信じられないですよ。エアコンっていうものを使った、エアコンは使うか。さすがに夏は暑いか。秋田を何だと思う。いや、俺も一応秋田そういえば夏行ったことあるやと思って、その時夏だって確かクーラー効いていいホテルだなと思ったや。何言ってるいやいやいや、そうだよね、そうだよ。沖縄でもね、沖縄の人って暖房あんまりつけないわけよらしいですね。そうだからお家の中は実は北海道より寒いみたいな。なんかそれ聞きました。そうそう、逆にね、なんかね、うん、沖縄の人が北海道に旅に行った時に、うん、あ、旅の思い出じゃないこれ、旅に行った時に、うんうんうん、ホテルで暖房が効きすぎてて、うん、でも慣れてないから、うん、なんか普通に半袖で過ごしちゃって、うんうん、ホテルの人にあの暖房切ってください、冷房かけてくださいってお願いしたって言ってた。沖縄の人は寒さにも強いみたいな。で何、その結末どうなったの？半袖で寝ちゃったみたいな。半袖でもう冷房かけて、あ、気持ちいいみたいな。おかしいですよね。どういうこと？ガクガクブルブルにならなかったの？ならなかったはず。もうだから、うん、こういうもんだみたいな。耐えるんですね。そうなんだ、うん、そうっすよね。冬使わないですか、暖房？うん、暖房ね。あとね、ヒーターあるさ、電気ストーブみたいなやつ前使ってたんだけど、うん、ここあれ当たりすぎたらこっちが乾燥するわけよ。デリケートなの。そう、乾燥肌だわけ。俺沖縄に住んでるけど、ちっちゃい時霜焼けできてたわけよ。お前どこの人なんだって話なんだけど。かわいい。そうだからね、乾燥肌だから結構ちょっとそのボディクリームとかね、こまめに塗らないとダメなんだよ。最近もね、ちょっとね、うん、朝昼風呂に入ってたけど、朝はシャワーな、まあどっちもシャワーっていうか、まあ朝は軽く、まあ、顔と体洗うぐらいやってたけど、そろそろね、かさついてきたねと思ってクリームを買ったわけよ。見習わないと。いやいや、これは別に私美容 気にしてるのよじゃなくて、感も死活問題なんだよ。もうパキパキになっちゃうから、肘とかもやらないと痒くて痒くて仕方ないわけ。こんな元気に喋るヒロポ初めて見た。話がね、その盛り上がってくると私テンション上がるので、ツイッターのコメントいっぱい来てるんでご紹介したいと思います。ありがとうございます。はい、セブンさんこんにちは。こんにちは。リノナナカの金のホタルさんこんにちは。はい、こんにちは。でゴザルさん、サーラヒロキックスハラハローって。ハラハロー。はい。でちゃんおかさんが、ヒロキ、うん、本番中に携帯しちゃダメだろって。あ、これ曲探してるわけで、別にいじってるわけじゃないから。そうなの、マジで。大丈夫ですよ。で、メロポポさんが初見ですって。ありがとうございます。楽しんでてください。はい。で、キキマルさんが、今回は韓国の被害が甚大です、ご冥福をお祈りします。す、ね、韓国被害ひどかったんだ。クメもひどかったみたいですけどね。クメ島もそうか、大陸の方に行っちゃったんだ。ね、こうやったんでしょうね。そうですね、やっぱりどうしても国内だけに目が行きがちですけどね、外国も結構被害がある地域がありますので。で、野の中の銀の蛍さんが、今日はサラちゃんの歌聞けるかなって。はい、ヒロポン次第ですね。はい、大丈夫です。今日はゲストさんも特にいないので、ちゃんと時間作ってるんで、ね、今日は出て嘘ポンにはならないから。いつもね。で、チャラ AKB ファンさんが、ヒロキーサラちゃんこんちーす、サラちゃんの放送あと3回って。そうなんです、ま、10月いっぱいでそのサザンもね編成する予定ですので。はい、はい。それからあと3回楽しんでください。セブンさんから、国際交流といえば、うん、フリピンパブで飲みながら交流したって。字の間違いは、うん、フィリピン、フィリピン、本当にフィリピンなのかしら。え、間違えたの？いや、これ間違ってると思うよ、うん、やめよう。じゃあいじめ、いじめるっていうの。いじめちゃダメです。ちょっといじっちゃった。フィリピンパブ楽しそう。で、ビャッコさんから、うん、あ、これはねネイティブに読んでもらおう。いっぺチョスからボーコレだべ、いっぱいいじるから壊れ、チョスっていうのいじるみたいな。ああ、じゃあチョス、チョス、ああ、チョされた。あ、じゃあ何、チョスチョスって言って相手をつつくわけ。チョスチョスって。チョスとか言わないけど。それはないか。例えばなんかこちょこちょとかされて、うん、チョスペアーって、チョスなでばーみたいな。はい、チョスなでばーみたいな。いじるなよ、あ、邪魔すんなよ、あって言うの。じゃあこちょこちょしてそれ言ったら秋田の人なんだ。チョスなって言われたらちょっと秋田を
沖縄の人から、うん、超やるなみたいな、超すなみたいな。そうなるな。超すなみたいな。話が変わってきました。いっぱいちょっとコメント来てるんで、また後でご紹介したいと思います。じゃあ続きまして、お天気道路交通情報をお伝えしたいと思います。はい。まずはお天気情報からお願いします。はい、今日6日ですね。南東の風、後東の風、晴れ、ところにより夕方まで雷があります。波2メートルでうねりを伴いますので気をつけてください。今日はトロピカルビーチは遊泳禁止なんですよね。そうですね、はい、はい、まだ遊泳できないみたいですので、ダメですよ、気をつけてくださいねそうですね、はい、見るだけで今日はごめんなさい。降水確率、この後6時まで 20%、 その後深夜0時までが 10% です。日中の最高気温が32度となっております、うん、以上お天気情報でした。はい、じゃあ続きまして道路交通情報をお伝えしたいと思います。情報更新しておりますね。はい、宜野湾市内前原から大蛇名に向かう通りで渋滞が発生しております。でそれから同じく宜野湾市内大蛇名交差点付近で南行き国道58号線が渋滞しております。そして同じく国道58号線浦添市内牧港付近で南行き渋滞が発生しております。でそれから那覇市内ですね、坂田交差点付近で渋滞が、これ坂田上原か、すいませんね、上原ですね、西原町の坂田交差点付近で、南行き渋滞が発生しております。そちらの通りを通る方は注意してください。それから宜野湾市内我如古交差点で、永田から上原に向かうところで上下線とも施設工事のため一車線規制が敷かれております。はい、以上道路交通情報をお伝えしました。はいはい、はい、そうだね、今日渋滞多いですね、うん、渋滞さっきね、うん、さっきの情報なんですけど、結構この前原から大蛇名に向かうところいつも混雑してるんですけど、うんうんうん、北行きも南行き、あ、58号線に抜けるところも330に抜ける両方で渋滞してて、うんうんうん、そうなんですね、ちょっと若干注意してください。はい、事故のないように。お天気、はい、道路交通情報をお伝えしました。はい、でまあちょっとサクッとツイキャスの方も紹介したいなと思います。はいはい、エコザイルさん、自分の肌はバリケードだけどなって強そうですもんね。そっか、やっぱり太陽ね、都出身だからその、うん、太陽ガンガンに浴びて丈夫に育ったのかなと。あなたも沖縄本当でいやでもね、丈夫に育ったんじゃないですか。どうだろう、結構ね色が白い方だから、そうそう、色白い方だけど。そうなの、そうでもない、うん、あんまり思わない、あんまり思わない、ああの褒め言葉そうなの結構白い方だから、で顔も結構ヒサロとか言ってるの。いやいやいや、じゃなくて普通になんかまあなんて言うんだろう、普通に外に出と、うん、昔より多分出てるのかもしれないね。引きこもりだったの。引きこもりではないけどそう、どっちかというと夜型だから、沖縄も俺も沖縄も俺もだからあんまり焼けないわけよ。なるほど、そうそう、うんうん、出歩くのも基本夜だけ、暑い、昼暑いじゃん、だから夜だからそんな焼けないわけよ、うんうんうん、で顔も結構薄いから、うん、よくね、あれ県外の人ですかって言われるんだけど、でも厳密に言うと俺は県外の、よくあれ県外の人みたいですねってよく言われるわけよ、はい、沖縄で言うと内地の人みたいだねって言われるんだけど、うんうん、厳密に言うと内地の人みたいではなくて沖縄の人っぽくない。いや、面白い意味が分かんないちょっと難しい話ですね、沖縄の生活ではないってこと、まあ、顔が沖縄っぽくないっていうこと。うーん、でもかといって内地の人っぽい顔かっていうと、なんかみたいな、あれですよね、うん、あの韓国とか台湾とか中国っぽい、言われる、誰に似てるって言われたらすぐ横で中国人とか韓国人とか言われるわけよ違うからね、もう日本人ですから。お父さんもお母さんも、はい、もう普通に沖縄の人、そうそう、純粋に、うーん、そうそうなんですよ、まあ、沖縄だから来いってわけじゃないですからね。そうです、そうです、みんなそういうことなんですよ。以上お天気道路交通情報をお伝えしました、はい、じゃあ一回 CM を挟んでですね、次のコーナーに行きたいと思います、はい、それでは一回 CM です。
いいね、オールに。その間に曲をお届けしたいと思います。お届けじゃない、探すとこ、うん、旅の思い出は、あったとストームズインアフリカ、ライブラリーについた。ビートルズ好き。あ、ビートルズ、ビートルズ探してみよう、うん、あのほら、ビャッコさんが言ってるよ。お、あ、こっちだ、パソコンからかけよう。ビートルズはちょしてる。アイコソス、オールニーリピアンか。じゃあ先にそれをかけよう。なる、なる、ここからかける。オールニーリスラー。でも空が高くなったよな今日は。これかな、秋だな。ツアーバージョンかな。あ、これで大丈夫だ。沖縄にはトム・クルーズのそっくりさんとかもいますしね、はい、沖縄っぽくないどころかアジア人っぽくないですしもんね。トム・クルーズのそっくりさんっているんですか沖縄。ああ、琉球トム・クルーズっていう人がいる。ダメだ、勉強不足。キキマルさん、キキマルさんが、あ、違うか、はじめましての人じゃないのか。さっさっさ、あかん。あと30秒ある。はい、なった。こっちです。あ、来た来た来た、分かった。空を仰いで物思いにふける。サラちゃん、サラちゃん基本物思いにふけてる。めっちゃ綺麗。時刻は午後3時、まもなく26分を迎えるところです。この時間は FM ギノワントロピカルビーチ内にありますサテライトスタジオよりサザンブリーズをお届けしております。はい、意外にね、意外に喋りすぎたな。喋りすぎた。はい、すごい天気ですね、今日、うん、超いい。でも波もちょっと高いのかな。うん、ちょっと高いです。でもね、多分台風明けぐらいがサーファーにとって最高の時期じゃない。ちょっとやります、サーフィン。うん、サーフィンやらない、あのネットサーフィンぐらい。ネットサーフィン負けちゃったけど、うん、天気関係ないし、うん、天気関係ない、だから白くなるんだよみたいな。分かったよもう。はい、じゃあ続きまして、こっちかな、続いてのコーナーですね、今週、はい、土曜日についにやってまいりました。ででん、あのサザンブリーズでもね、たくさんの出演者を、はい、ゲストに迎えたんですけど、そうですね、ライブギノワ2016が、はい、いよいよ開催されます。楽しみ。ですね、1993年に第1回が開催し、はい、その年以降毎年開催、今年度の開催で22回目となります。ロック、ジャズ、ポップスなど音楽のジャンルを問わず、中学生をはじめ一般のバンドやソロアーティストなど県内のアーティストによる宜野湾市内最大のライブイベントとなっております。で、今週のですね、10月8日土曜日、はい、場所が宜野湾市海浜公園屋外野外劇場かな、劇場で11時30分開場、12時開演となっております。で、今日はですね、10組目、出演するアーティスト10組いるんですけど、最後のアーティストさんのデイジーツリーさん、残念ながらちょっと忙しくて、平日に時間作ることができないってことなので、はい、本日はですね、本人からのコメント、グループからのコメントと、あと曲の方を扱っているので、はい、ちょっとご紹介したいと思います。はい、まず、デイジーツリーさん、ちょっと紹介していただいても。はい、じゃあこちらにあるプロフィールですね。デイジーツリーさん、2015年にバンド楽器ともに未経験の OL2 人により結成、うん、そうなんだ。現在はメンバーに経験者を加え、沖縄県内で活動中です。幅広いジャンルでポップなメロディーとキャッチーな歌詞が特徴な自称フワポップロックバンド、うん、ってことで、社畜、あ、こっちに書いてないか、ね、本人たちのそのページとか見たら、うん、社畜バンドって書いてたわけよ。社畜バンド、 OL が2人が始めて、面白い、ね、社畜バンドってどういう、だからね、歌も気になるなと思って、どんな感じなんだろう。フワポップロックバンドですって。
でもメロディフワポップで社畜ってもうわけがわからないますます気になるな気になるな。じゃあ本人たちからコメント預かっておりますので、はい、ご紹介したいと思います。デイジーツリーのボーカルカノピーとベースのカナヘイです。今回デイジーツリーライブギノワに出演が決定しました。わー、ありがとうございます。イエイ、ライブギノワンですよ。ライブギノワンですね。今回実行委員会にも参加しましたよね。はい、みんなで投票してロゴを決めたりね。はい、いい感じのロゴでしたよね。そうですね、ぜひ会場に見に来てほしいですね。はい、それではカノピー、ライブギノワンへの意気込みをどうぞ。はい、デイジーツリー初のライブギノワン、初の野外ステージで初々尽くしですが、実行委員としてもバンドとしてもライブギノワン盛り上げていくんで、皆さん10月8日土曜日、ギノワン海浜公園野外劇場にぜひ遊びに来てください。それではデイジーツリーでした。待ってね。ありがとうございます、はい、いいっすね。めちゃくちゃ可愛いですね、はい、一応写真見ると男性2人もいるみたいなんですけど、うん、そうですね、後に経験者を加えの。あ、なるほど、経験者なんじゃないですか。じゃあ経験者じゃない2人が今 OL2 人が、 OL2 人が初尽くしって言ってましたね、今。未経験の2人が楽器だから、社畜バンドだから、このなんて言うんだろう、多分不満溜まってどっかに爆発したかったのかなその矛先が音楽に来たみたいな感じなのかな。でもすごい今の感じ可愛かった。なんか初野外ライブって言ってましたよ、うん、なんか初でどうなるんだろう。この前ゲストに来てた、うん、方が一瞬名前忘れちゃった。ほら言ってたじゃん、そのバネサさん。いやいやいや違う、ライブギノワンに出てくる、買う写真は出てくるけどね、ね、あのちょっと遅れて来た、ごめんなさい。あのね、写真はね出てくるんだけどね、なんせ10組もいる、僕10組に連絡取ってたわけよ、ゲスト出演だから。あれ、一瞬ね名前が出てこないわけ、ピッて顔写真は出てくるけど、南城市の中心に活動されてる方なんですけど、すいませんね、後で思い出したらちゃんとちゃっかり言っとくんですけど、僕らは毎回屋外に出るとき雨になるみたいな。あ、言ってましたね、だから雨男みたいな。でも噂によると今週は雨の気配はないらしいから、大丈夫じゃないですか、このジンクスを打ち破る機会かもしれないなと思って皆さん、それは今言いたかったそれは言いたかったけど詰まっちゃったっていう天気気になりますね、でも、ぜひとも晴れを願って、ね、明後日ですからね、明後日なので、ライブギノワンに出演される皆さんですね、まあ、この日のために一生懸命練習してると思うので、うん、ね、その成果をパンと出せるように、はい、健闘をお祈りしてますので、はいはい、サラもちらっと後ろから見てます後ろ、あれ後ろから、前からじゃなくて、後ろからだったら舞台見えなくない？そっと見てます。あ、そっと見てるらしいですので、はいはい、皆さん頑張ってください。頑張ってください。じゃあですね、す、はい、デイジーツリーさんから音源もいただいておりますので、はい、おかけしたいと思います。ですね、デイジーツリーでラブミーです。ポップでキャッチーな感じな、キャッチーな感じ、あ、キャッチーな歌詞、なんだったっけ、何なんとかファンク、ん、違うな、忘れた、何パンク、違うかも、なんか何何、あ、なんかほら何何っていうのがほら繰り返す的なやつ、なんだっけ、ほら違うよ、違うよ、何ほら、ナインティナインとかみたいなこと言ってなかった？ないないみたいな、なんかほら、ナインティナインとか、うん、あ、全然出てこない、なんとかなんとかっていう、なんか語呂がいいやつは名前覚えてもらいやすいから、あーはははは、あ、そう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 、だくこれ見ればすぐ出るじゃん、あ、ジュラフグラフ、ジュラフグラフ、ジュラフグラフさんですね、出てこなかったこの写真めっちゃ出てきたんだけど、写真めっちゃ出てきた、うん、このちょっと写真は印象的だって、ジュラフグラフさん、何これ出せばよかった、え、じゃあ全員来たの、全員来て、これなかった河野さんとデイジーツリーは、うん、違う週できたってこと、いや、もうこうやって紹介した
ほら、大野さんもこうやって紹介して、あ、うん、他の他の人はそうそう違う曜日とか、そうそう違う曜日で、で全アーティストをとりあえず出しました。すごい。へえ。終わった後ちょっとライブギノワンのここら辺も紹介して、うんうん、なんかちょっと待って、同時開催のイベントが、あのボードある同時開催のイベントが確かあったっけ。行方不明のおじいちゃんも話すの。あ、そうそう、それもちょっと後の情報で最初に言おうか。あと羽衣ウォーキング大会、ね、伏せてやろう。ウォーキング大会、これ先に紹介します。でこれ終わった後どこ歩くの、公園内か。これ終わった後にやって、うん、CM 行って、うん、来てる来てる、お子さん。あとライブギノワンに紹介して、CM 行って、報告やって、で、1、2分だけ、1、2分だけね、曲やって、歌のコーナー行こう。時間あるから34分、うん、よし。時間を作るもんだ。ウソっぽんかもよ。やばいやばい。今日もウソっぽんかもよ。ね、ちょっと喋るだけでも結構時間が経つんだな。つなぎをどうしようかと思ったけど、結構2人だったら時間過ぎるの早いね。うん、これあちょいとこ。四択だね。1人だったら結構あれだけど。うん？情報ある？何の？いらないやつはちょっとごちゃごちゃになるからこっちのやつか。はい、30分過ぎとるやないか。うん、キャッチーな感じなの。沖縄の人なのかな、でも普通に。うん、うーん、だとそうだね、書いてないよね。多分沖縄の人だと思う。県内で活動中だもんね。あら、余命だろになぜか5名になってる。これ間違えてる。あー、作ったの俺なんだけどね。ちょっと、いいや。あ、ひまりちゃんのやつ。ひまりちゃんのやつ。あ、やばいやばい。ひまりちゃんのやつ。ひまりちゃんのやつ。いい天気やの。今日夕日綺麗だな。前かげよね。はいはい。はい、お届けしたのはデイジーツリーでラブミーでした。なんかキャッチーな曲だね。かわいかった。明るい、なんか社畜感が感じられない、感じられない、明るい感じの曲だった。楽しく働いてるんじゃないですか。なんだかんだ言いながらね、なんだかんだね、うん、でですね、ライブギノワ2016なんですけど、このあのゲストに来ていただいた10組のアーティストの他にもですね、かかず中学校、益城中学校、沖縄カトリック中高のバンドも学生の子も出るみたいなので楽しみですね、うん、皆さんぜひ足を運んでいただきたいなと思うんですけども、また同時開催でですね、羽衣ウォーキング大会がございます、はい、ちょっとですね、申し込み期間はですね過ぎているみたいなんですけど、10月8日土曜日ですね、はい、16時15分から18時の間 で参加費は無料なんですけど、当日ですね、なんとはい、ギノワンを代表するジョニーギノワンさん知ってる？ウクレレの方ですよね。そうジョニーギノワンさんによるチュラガンジュ体操の生歌もあるみたいなので、おすごい、これは大丈夫なのかな、みんな来れるのかな。ウォーキング大会はちょっともう締め切ってるみたいではあるんですけども、同時開催でちょっとスポーツ大会とかもあるみたいなので、皆さんぜひちょっとホームページとか、はい、ギノワン市のホームページを確認していただきたいなと思います。以上、ライブギノワン2016のお知らせでした。はい、あさってです。はい。じゃあ一回 CM を挟んで、また次のコーナー行きたいと思います。それでは一回 CM です。
本当体重まで言うって言った。体重は別に160センチくらいの、まあいいや。え、でも4日から行方不明って怖いね。これ、これ何これ、これで瓶っていうの。そう、そうなんです。沖縄の地名読めないそうなんです、難しいね、地名が。まだあるね、あこれはあ、まだやってんのね、ボーリングまだやってる資金集まったのかしらね、え、白子さんがいつもありがとうございます。ほら、歌う時間の絶対確保お願いします。面白い。こんな晴れてんのに海で泳げないとか、飛行機、大城エイシンさん、暑いの暑いの暑いの、曲じゃか、でもかけた方がいいんじゃない、ビートルズかける。まあちょっと様子を見て判断しよう、うん、多分かけれないはず、ビートルズ、うん、時刻は午後3時40分を回ったところです。この時間は FM 宜野湾トロピカルビーチ内にありますサテライトスタジオよりサザンブリーズをお届けしております。はい、結構時間過ぎちゃいましたね、喋ってるとあっという間ですね、はい、それではですね、はい、FM 宜野湾からのお知らせをしたいと思います。まずはこっちから、はい、はい、一人歩きの行方不明者の情報が届いております。沖縄県認知症行方不明家族の会事務局より連絡です。那覇市泊で行方不明者の方の情報をいただきました。ご家族の方より拡散の承諾を得ていますので、できるだけ多くの方への拡散お願いします。大城栄信さん89歳、160センチの65キロ、中肉中背で、特徴として前歯2本がないで、連絡先ですね、那覇の警察署0988360110、大城栄信さんという方見かけたらこちらに連絡をお願いします。10月4日火曜日午前8時30分頃、失礼しました、那覇市泊にある自宅から行方不明になっています。認知症を患っています。ウォーキングが日課で、ウォーキングのコースは異なっているそうです。今年9月末に行方不明になった際、富城村の富城市の便で保護されたということで、うん、大城栄信さん89歳、見かけた方は那覇の警察署まで連絡お願いします。はい、すいません、よろしくお願いします。はい、でそれからですね、今私たちが放送をしているのはですね、はい、まあ言わずと知れた宜野湾市を代表するビーチ、トロピカルビーチなんですけど、はい、トロピカルビーチはですね、青く澄んだ海、観光客、地元客の来場者が多く、大型イベントの開催もあります。で、海水浴、バナナボート、シーカヤックなど、さまざまなマリンスポーツもお楽しみいただけます。そして、まあ、夏といえば、ビーチパーティーなんですけど、ビーチパーティーといえばやっぱりトロピカルビーチ。お友達や家族のみんなでバーベキュー、ご予約いただければ手ぶらでも参加できます。詳しくはホームページのご利用料金をご覧ください。まあ、宜野湾海浜公園って検索していただければホームページ出ますので、そちらの方チェックしてみてください。でですね、本日は遊泳禁止みたいなんですけども、はい、通常だと遊泳時間は午前9時から午後7時、まあ、季節によってちょっと変動はあるみたいなんですけど、でご利用時間が午前9時から午後9時30分となっております。近くにはですね、売店、管理事務所などがあり、更衣室、コインロッカー、コインシャワーも完備しております。でバーベキューはもちろん憩いの場でもあるので、ベンチでもほっこりすることができますよって。で駐車場は180台止めれるみたいですね。で、まあ、まさにもうそれこそ我々が喋っているこの場所、
は、 い、は、まあ、売店のトロピカルハウスなんですけども、まあ、この海の売店の中にはですね、宜野湾市内において生産加工されている市産品、また県産品の販売も行っている産業展示コーナーがあります。シーサー、ガラス工芸品などお土産品、トロピカルな柄のウェアなど取り揃えております。はい、夏場はですね、綺麗な海を見ながらこちらから放送してますよ。はい、はい、楽しく放送しています。はいはい、ではでは続きまして、はい、続きまして、宜野湾市社会福祉協議会よりチャリティーボーリング開催のお知らせです。宜野湾市社会福祉協議会では福祉バス購入資金確保に向けチャリティーボーリングを実施します。期間は8月1日月曜日から10月9日日曜日の期間です。今週の日曜日までです。場所は宜野湾ボールレーントゥーセントラル町名とボールの3カ所のボーリング場で行います。参加費は2ゲーム代込みで靴代別の1500円。参加方法は宜野湾ボールレーントゥーセントラル町名とボールまたは宜野湾社会福祉協議会事務局にてチャリティーボーリングへの参加の旨をお伝えの上、参加チケットをご購入ください。お問い合わせは宜野湾市社会福祉協議会、電話番号 098-892-6525 098-892-6525。 多くの方の参加をお待ちしております。はい、続いてですね、FM 宜野湾よりひまりちゃん募金ご協力のお願いです。森川ひまりちゃん1歳は生後間もなく拡張型心筋症と診断されました。ひまりちゃんは今自分の心臓はほとんど動かず、小児用補助人工心臓で命をつないでいます。現在の額で元気な姿に戻るには心臓移植の他道はありません。心臓移植をするためにはアメリカ渡航手術費2億9500万円が必要です。11月には渡米できるようひまりちゃんを救う会が全力で活動しております。一日でも早く心臓移植を実現するため FM 宜野湾でも募金箱を用意して皆様の善意をお待ちしております。でですね、現在そのひまりちゃんを救う会の Facebook によりますと、10月3日現在で2億6501万3511円募金集まっているんですけど、目標まで残り2998万6489円必要となっておりますので、もう結構皆さんの、ね、善意が集まって、思いのほか早くお金集まってるんじゃないかなと思うんですけど、まだまだですね、足りませんので皆さんの善意をお寄せいただければなと思います。よろしくお願いします。まあ、詳細はひまりちゃんを救う会、電話番号 080-7967-0925 080-7967-0925 またはひまりちゃんを救う会ホームページをご覧ください。ということで以上、はい、FM 宜野湾よりひまりちゃん募金ご協力のお願いでした。はい、はい、メッセージが、あ、メッセージが来ているので、じゃあ、はい、あ、じゃあ紹介しますね。はい、はい、ヒロキックスハウディサーラーチュ、エコザイル出すよ。旅の思い出か。高校卒業してから名古屋の会社に就職してから、うん、社員旅行で1泊2日で長野に行ったわけさ、うんうん、で沖縄の人は酒強いでしょう、うん、ということでしこたま飲まされて翌朝の午前中は二日酔いしてたな。以上現場からでした。スタジオのサーラーにマイクを開始します。ということでエコザイルさん、うん、ありがとうございます。あ、そう、沖縄の人だからっていうイメージがね二日酔い。でもさ、うん、思うんだけど秋田も結構強く言われるよね。言われる結局ね、思ったんだけど、例えば青森の人、青森東北お酒強くない、で秋田はお米有名だよね、お酒強いよね。新潟お米有名、お酒強いよねって。みんな言うよね。でだから、じゃあ強くない地域どこだって言いたいわけよ。そうかも。でしょ？確かに。みんな聞かれるでしょ。で九州だったら、九州男女お酒強いじゃんとかって言ったから、どこでもそうなっちゃうだろうってなっちゃうわけよ。確かに。結局みんな飲みたいのね。そうそう。そんなね、日本人はね、みんなお酒好きなんだよ。そうかも、うん。そうそう。実はさ、それまあ国際関係で言うと、台湾ってこの日本みたいに居酒屋の文化がないわけ。ほうほう。このお酒を飲みながら食事をするっていう文化がないわけ、うん、お酒はもうこの味を楽しむみたいな感覚で飲むのが普通だから、あの有名な、うん、あの居酒屋チェーンのワタミってあるじゃん、うんうん、居酒屋ワタミってなってるでしょ。でも台湾だと食事の食に屋で異食屋ワタミになってるわけ、お酒を飲むながら喋る、あの
食事してっていう文化がないから、向こうは飲みたければ買ってきてお店で飲むっていうスタイルとか、飲み物、ソフトドリンク飲む感覚でビールとかだから、このお酒を飲みながらっていう文化があんまりないわけよ。あ、違うんですね。お酒はお酒だけみたいな、っていうお話でした。はい、台湾の思い出。はい、台湾の思い出です。そうなんですね。はいはい、まあ、時刻はもう49分を回ったので、はい、はい、皆さんお待ちかねのコーナー行きたいと思います。はい、今日は今日はちゃんと用意したよ。ありがとう。はい、じゃあサーラの音楽コーナーみたいな。ありがとうございます。ではなんかネーミングがダサいんだけど、はい、ダサい。じゃあ今日は何を。今日はね、あの旅の思い出ってことで、うん、実は私あのバックパッカーをちょっとしてたんですよ。ちょっと、うん、で徒歩で北海道を回ってたの。本当にちょっとバカなんだけど、うん、その時に口ずさんでたこの一曲、はい、高田渉さんの生活の柄っていう曲を歌いたいと思います。じゃ あマイクやった方がいい。はい、で大丈夫。じゃ あ、はい、じゃあお願いします。歩き疲れては夜空と陸との隙間に潜り込んで草に埋もれては寝たのです。ところ構わず寝たのです。歩き疲れては草に埋もれて寝たのです。歩き疲れ寝たのですが眠れないのです。近頃は眠れない、丘を引いては眠れない、夜空の下では眠れない、揺り起こされては眠れない。歩き疲れては草に埋もれて寝たのです。歩き疲れ寝たのですが眠れないのです。そんな僕の生活の殻が夏向きなのでしょうか。寝たかと思うと寝たかと思うとまたも冷気にからかわれて、秋は秋は風呂車のままでは眠れない、秋は秋からは風呂車のままでは眠れない、歩き疲れては夜空と陸との隙間に潜り込んで草に埋もれては寝たのです。ところ構わず寝たのです。ありがとうございました。高田渉さんの生活の柄を歌わせていただきました。イエーイ、ありがとうございます。いやー、ついには寝ちゃったんだね。そう、眠れないっていう話です。だから歩いて歩き疲れて、でも疲れて疲れて眠れないっていう。いや本当にね、野宿とかしてたんですよ、うんうんうん、実際。だから本当にこの歌は染み渡って、うん、へー、今でも多分歌うと当時の情景が思い浮かぶでしょ。今ちょっと言ってた。わかる。なんて言うんだろう、このでもね、やっぱりウクレレこの海を見ながら合うね。そうですね、黄昏ちゃいます。そうそう。
今もしできることならこの芝生の上に寝転がって聞きたかったなと後でね放送が終わったからねそういう感じの歌でした。いやまたね、ありがとうございます。来週も何かいい一曲を、ありがとうございます、はい、OK そういえばさ、その、うん、さっき、うん、あの円谷が好きっていう話をして、そうそうそう、でそうだからね、前からさ、歌の上手い人に円谷を歌ってほしいなと思ったわけよ。円谷、うん、難しそうですね。そう難しいわけよ。一回さ、最近の話なんだけど、うん、もうね、やっちゃいけないよ、やっちゃいけないって分かってる、分かってはいるけど、まあその、まあ、心許せるではないけど、まあちょっとそのいい、はい、いい友達の人3人とカラオケ行って、うん、もうやっちゃいけないよ、やっちゃいけないけど円谷を入れちゃったっていうで歌ったっていう歌ったの？じゃあ来週は歌いたいから歌っただけであって、いやいやもう足元どころじゃん、いやいや無理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 、電波障害が起きるダメダメ無理無理無理っす、円谷大変そう、うん、練習してみます。だからね、一回ね円谷歌ってほしいなと思って、一回ねリクエスト、じゃあリクエスト曲は円谷っていうことで個人的なリクエスト、はい、ありがとうございます。お届けしておりましたサザンブリーズですが、もうお時間が、はい、終了に近づいております。はい、本日木曜日を担当しましたのは、はい、FM ギノワンスタッフのひろきと、はい、秋田からやってきましたサーラでお届けしました。はい、じゃあまた来週もいいね歌が聴けるかなと思っているので楽しみにしてください、はい、楽しみにしております。それでは皆さん、はい、また来週まで、ありがとうございました。さようなら、聞いてくれてありがとうね。似た似たキャラだった似たキャラ円谷ってだってあれ多重録音じゃないですか。でも私あの歌好き、あの You know when you give your love away、 一回ね、なんか歌えそうな曲、シンプルな曲とか。円谷って歌ったことないな、カラオケでしかない、でしょ、ないでしょ、うん、あ、一応あるんだ、カラオケでもある。なんかめっちゃ好きだった、あの、いやいや全然なんか難しい。円谷はね、円谷はね歌えないよ。円谷はだって難しいよ、難しい。だから円谷自身もそう無理なんじゃないかな本人ね、そうだから100回ぐらい重ねてるんでしょ。そう多重録音って言って、うん、もうしかもめっちゃこだわりが強い人らしいわけ。だからこの聞いてダメダメダメって言って詳しい、あ、だからまあちょっと好きだからちょっと好きだから、そう本名円谷にブレナンっていう名前らしい詳しすぎる。何、いや、なんか音楽一家に生まれたみたいで、はあ、円谷情報始まります。アイルランド出身、昔はね、だからまあまあ好きだったわけよ。アイルランド出身なんだ。アイルランド出身、だからそのケルト、ケルト民族だけ。ケルティックウーマンは、そう、ん、ケルティックウーマンは知らない。わかるよ、聞いたことある。めっちゃ、の方が好き。ケルティックウーマンってどんなアーティストだっけ。あの、7、8人ぐらいの女の人たちで、荒川静香がイナボウアした時の、あー、You raise me、 あれ、この間歌わなかったけど、私とか、で、本当の人たちもアイリッシュ、うん、アイルランド出身だってね。メンバー入りしたいもん初の日本人ケルティックだよね。でもその中のね、うん、ヘイリー・ウェステンラーっていう女の人は、うん、ニュージーランドの人で、あ、ヘイリー・ウェステンラー、はい、で、クライストチャーチっていう街で路上ライブをしてたらスカウトされて、うんうん、え、あ、ケルティックウーマンのメンバー入り。あー、まあでもそういうのもあるんじゃない。確かに、別にだから、うん、アイルランドじゃなくてもみたいな。なんかジェームズ・ボンドをやった俳優さんでもオーストラリア出身の人がいるからね。なんかそういう感じじゃない。いまいち伝わらなかったんだ。まあだからいいんじゃない。日本人出身として。いい、あ、アスカボロヘアいいよね。え、でもこれはあれじゃなかった、サイモン。円谷、うん、ってライブができるのかなって。そうだ、一回さ、そこあのね、紅白に出たことがあるわけよ、円谷が。あ、そうなの。そう、で、中期つないで、うん、あの時檻の子フローっていう曲多分歌ったんだと思うんだけど、うん、口パクじゃないかっていう、 CD と一緒で。そう、俺信じてたのに、円谷が出る、紅白出るよと思って。え、なんかね、うん、でもね、あ、終わっちゃった。いっか、やる一瞬だけ、うん、一瞬だけ。でも放送終わってるのに。まあ次の放送がないから大丈夫。なんか円谷のね、一瞬だけ延長します。 YouTube で、うん、見て、うん、あの全然違った。ライブの時は声がもう全然違った。小猿さん来た。お、なるほど。うさ、どこ、え、ほら小猿さん、あ、来た来た来た。
お、沖縄のラジオリスナー会の重鎮が来ました。来ました。え？ツイキャス切れた。うん。あ、OK です、OK です。じゃあもうね、時間ということなので、皆さんありがとうございます。白子さん、野の中の銀のほかさん、月丸さん。スカボロフェアと、来週じゃ。また来週もお楽しみください。はい、じゃあそれではまた来週。バイバイ。あ、一回更新しました。あ、本当で？一瞬だけ。43秒ぐらい。切りました。お疲れです。残した？残しますよ、残してますよ。